上重、中日をバッサリ。中日はオープン戦12球団トップも、ヤクルトとの開幕3連戦で1分2敗と負け越し。それでも、続くバンテリンドームでの巨人との3連戦に2勝1敗と勝ち越すと、4月5日の広島戦から引き分けを挟んで6連勝。4月17日のヤクルト戦後には貯金を今季最多の6としたが、18日のヤクルト戦から23日の巨人戦にかけて5連敗。4月27日の広島戦に敗れ、11勝11敗1分けと貯金がなくなった。谷繁氏は、ドラゴンズは開幕からいい形できていたんですけど、少しチーム的にあまり良くない状態に入っているが、なんとか試合を作りながら進めているとここまでの戦いぶりを振り返った。チーム状態が悪い時に何とかするのが首脳陣。みんな調子が良けりゃ誰が監督しても勝てる。まあ過去2年を見ればこれが実力だと思う。まだ批判は我慢しろ。借金するまで辛抱しましょう。中田翔と戦力外数名集めただけで優勝できるほど甘くないわよ。プロ野球舐めすぎ。ちょっと守備は心配だけど、石川、福永どちらかをサードスタメンで出してほしいな。5月に入る頃から選手層の薄いチームは徐々に離されていくんだよね。一瞬でも立浪を信じかけた自分が情けない。やはり立浪に任せたらボロボロになるね。ピッチャーが2点以内に抑えるしか勝つ要素がほぼないというのが結局去年とさほど変わっていないという。岡林こそもう少し2軍で絶好調にさせてから1軍に呼ぶべきではなかったか。三好は頑張ってたと思うが、結局采配が悪いだけでしょ。いい加減学習してほしい。 AI 采配の方がよほど勝率が高いと思う。ここで踏ん張らないと結局いつもの中日になってしまいます。立浪監督の手腕が問われますよね。これなら勝ち、負け、勝ち、負けを繰り返して5割の方がまだ良かった。今は今年も最下位争いやなと諦めた自分がいる。